どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、関西広域連合の滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、徳島の2020年度の問い81から問い90までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄のところからですね、ダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。はい、入ってきましたね。第4章入ってきましたね。法律のところ苦手とされる方も多くいらっしゃると思います。特に第4章に関してはですね、自分がどこが引っかかるのかというところをですね、ぜひぜひ確認をしていただきたいなと思いますので、人によって引っかかるポイントが違います。なので、自分はどこ引っかかるのかなというところはですね、どん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 過去問を解いてください。そして過去問を解いて、間違えたところを必ずテキストなどで復習をして、そして、テキストなどに、LINE とかマーカーとかですね、こう、なんかどんどん引っ張っていただいて、そして、それがいっぱい引っ張ってあるところが皆さんの苦手なところなので、ぜひそういったところを何度も繰り返しやるようにしていただきたいなと思います。はい、では、早速始めていきましょうか。問い81番です。次の記述は、法第1条の条文であると、括弧内に入れるべき軸の正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちらよく出る問題です。なので全国でもですね、この第1条に関することは本当によく出てきますので、こういった穴埋め問題ですね、必ず確認できるようにしといてくださいね。はい、ということで答えは3番が正解となります。はい、ということで、ここ穴埋めになっているところですね、それ以外のところも重要なところいろいろありますので、ぜひぜひいろんな過去問を解いて、あ、ここも穴埋めで、こういうところも引かれるんだなというところを確認しておいていただきたいなと思います。はい、では次行きましょう。問い82番です。登録販売者に関する記述について正しいものの組み合わせを一つ選べということで、はい、このような問題もですね、最近よく出題されてきますので、必ず解けるようにしておいていただきたいと思います。では答えは2番が正解です。はい、まず A ですけど、登録販売者の試験に合格したものは、ということで、下のものであって、医薬品の販売に従事する、しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならないよというのがあるんですけど、これ何かというと、合格書、ご自宅に届きます。試験を受けて、都道府県知事の試験を受けて、そして、合格しますと合格書をご自宅に届きまして、そしてそこから、よし、働こうと、お仕事していこう、登録販売者としてというところで行けば、働く先が決まっていれば、それからこれから決まった場合、ね、その働い先のところでも雇用関係結びましたよってなると、初めてそこで、やっと販売従事登録というものを行えることになりますので、そのようなところではその登録を受けなければならないというのは、その販売従事登録というものを、受けなければならないよという内容になりますので、そういった登録をするときには、いろんなものを提出しなくちゃいけなかったりするので、そのあたりもですね、しっかりとテキストで確認しておいていただきたいと思います。はい、ということで A は正解。そして B です。その登録なんですけど、2以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請したものは、当該申請を行った、2以上の都道府県知事の登録を受けることができるよとなってるんですけど、いや、例えばですけど、2つの県をまたいで登録をしていくと、掛け持ちでお仕事していきますよというところですね。例えば、何ですかね、首都圏で言えば東京で働きますと。そして、その隣の神奈川で働きますと、まあ、そういった場合で、掛け持ちをしますよってなった場合は、2つのところで登録しなくちゃいけないのかっていうところなんですけど、いや、しなくて大丈夫です。どちらか片方の登録をすれば、両方使うことができますので、なので、2つ以上というところが誤りなので、1つだけで十分なんだなっていうところで、B は誤りです。はい、それから C ですけど、登録販売者は登録事項に変更を生じたときは、何日以内にその旨を届け出なければならないよとなるんですけど、はい、こちら60日以内ではなく30日以内というところになりますので、ここ間違えないようにしておいてください。30日以内ですね。はい、なので C 誤りです。はい、そして D は正解となりますので、こちらですね、答えは2番が正解となりました。はい、大丈夫でしょうか。では次行きましょう。問い83番です。医薬品の定義と範囲に関する記述の整合について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。5番が正解です。A、
医薬品には人の体に直接使用されない殺虫剤や、器具用消毒薬は含まれないよとありますけど、こちら含まれてきますので、殺虫剤でも医薬品に分類されているものもありますし、器具用消毒薬とかもそういったものありますので、 A は誤りとなります。はい、それから B ですね、日本薬局法に、収載されているもの、収録されているものに関してはですね、医薬品は一般用医薬品の中には配合されていないよとありますけど、いや、そんなことはありません。例えば日本薬局法の精製水とか、消毒エタノールとか、そういうものもありますので、なので配合されていますので、 ありますのでね、B は誤りとなります。そして C と D は正解なので、5番が正解となりました。では次行きましょう。問い84番です。要指導医薬品に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 A は正解、そして B ですけど、要指導医薬品は受容者の容態に合わせて、容量を調節することができるよとありますけど、いや、そんなことありません。決められた容量がありますので、微調整することができませんので、 B は誤りです。はい、そして C ですね、要指導医薬品は販売の際、適正な使用のために登録販売者の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が必要なものであるとありますけど、 C 誤りですね。これ何かというと、登録販売者じゃなくて要指導薬品は薬剤師しか販売することができないので、ここのところ登録販売者ではなく薬剤師であれば正解となりますので、C は誤りです。はい、そして D は正解なので2番が正解となりました。はい、大丈夫でしょうか。では次行きましょう。問い85番です。毒薬または劇薬に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、まず A なんですけど、毒薬または劇薬を18歳未満のもの、その他安全な取り扱いに不安があるものに交付することは禁止されておりますよとなっているんですけど、はい、こちらは18歳未満ではなく14歳未満のものになりますということで、そこのところ間違いやすいので気をつけておきましょう。はい、なので A は誤り、そして B ですね、B は正解ですね。そして、そうですね。B は、毒薬を貯蔵陳列する場所には鍵をかけなくちゃいけないよと、施さなければならないよとなるんですけど、そうですよね。毒薬は鍵が必要です。劇薬はどうですか？劇薬はかけてもかけなくてもどっちでも良かったと思いますので、そこももう一度確認しておきましょう。はい、そして C です。劇薬の直接の容器または直接の気泡には、赤字に白枠、白字を持って当該医薬品の品名及び劇の文字が記載されていなければならないよ。これ誤りですね。何かというと、劇薬に関しては白字に赤枠、赤字を持って品名と劇の文字が必要になってきます。大丈夫でしょうか。そうなんですよ。なので白字、ここですよね。白い下地に赤い枠で、赤い文字でというところでは、こちらホワイトボードなんだなというイメージつけといていただくとなんとなくつきますよね。それから毒薬に関しては黒字に白枠、白字で品名、毒の文字なので、黒い下地に白い枠で白い文字だから、なので、劇薬にはホワイトボードだったから、あ、毒薬はそうだ、黒板だと思っていただければちょっとイメージしやすいかなと思います。黒板に白いチョークで文字と枠とか書いていきますよというイメージつけていただければちょっとイメージしやすいかなと思いますので、ぜひぜひそんな感じで押さえておきましょう。はい、あとは毒の文字、劇の文字必要になります。毒薬の文字じゃダメですよ。毒という文字、劇薬じゃダメですよ。劇という文字が必要になりますので、この点も十分に注意しておいてください。はい、あとは、毒薬、劇薬に関しては書面のこう記載とかも注意事項ありましたよね。そのあたりもですね、ぜひテキストなので確認しておいてください。はい、ということで C は誤り、そして D は正解なので、答えは4番が正解となりました。では次行きましょう。問い86番です。一般用薬品に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A、B、C は正解、そして B、 D ですね。 D は第三類医薬品に配合されている医薬品については、
第一類医薬品または第二類医薬品に分類が変更されることはないよーとあるんですけど、そんなことはありません。第三類医薬品に分類されても二類とか、一類に分類されることもあれば、一類に分類されているものが二類、三類に分類されていることもあるし、二類なものが、一類だったりとか三類だったりということもございますので、このあたり、ちゃんと押さえておいてくださいね。ということで、D は誤りとなります。はい、変更されることありますからね。D は誤りとなります。ということで、答えは1番が正解となりました。では次行きましょう。問い87番です。医薬部外品に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A、医薬部外品を販売する場合は、医薬品販売業の許可が必要であり、一般小売店で販売することは、できないよーとありますけど、確かに医薬品販売業の許可は、これはいらないですよね。そうですよね。いらないですよね。そうなんですよ。なので、一般小売店で販売することはできますので、こちら、特に医薬品販売業の許可は必要ありませんので、医薬部外品はスーパーやコンビニエンスストアとかで売ることできますよね。なので、A は誤りです。はい、それから B です。こちらはですね、大丈夫でしょうか。医薬部外品を製造販売する場合には、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を得る必要がありますよ。B は正解なんですけど、そうですよね。大臣指定のものを除いて、品目ごとの承認というものが必要になります。なので、ちょっとまとめてみました。医薬部外品、品目ごとに、まずこちらは、大臣からですよね。大臣から、許可ではなく承認というものが必要になってきます。大丈夫でしょうか。承認ですね。で、ちなみに化粧品はどうですかっていうと、化粧品は品目ごとに大臣にあらかじめ届けでというのが必要になります。あらかじめ届けてくださいねと。そうなんですよ。承認じゃないです。そして、大臣指定なものに関しては、これは大臣が指定しているものに関しては、届けではなく承認というものになりますので、ここのところちょっとややこしいので十分に気をつけておきましょう。はい。ということで大丈夫でしょうか。では次行きましょう。C は、次正解ですね。はい。そして D なんですけど、医薬部外品には化粧品としての使用目的を有する製品はないよとありますけど、ありますよね。例えば薬用化粧品とかっていうものが、この化粧品という名前入ってますけど、医薬部外品に分類されたりするものもありますので、D は誤り。ということで、3番が正解でした。はい。では次行きましょう。問い88番です。化粧品に関する記述について、誤っているものを一つ選べということで、はい。誤っているのは1番が誤っております。はい。化粧品の中には人の体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことを目的としているものも含まれているよというありますけど、これは含まれておりません。ということで、1番は誤りなので、このあたりもう一度テキストで確認しておいてあげてくださいね。はい。ということで、問い88番は1番が誤っているものとなります。はい。では次行きましょう。問い89番です。保健機能食品などの食品に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい。こちら答えは1番が正解となります。A は正解ですね。そして B なんですけど、栄養機能食品は栄養成分の機能表示に関して消費者庁長官の許可を要するよと書いてありますけど、栄養機能食品は特に消費者庁長官のマーク、こう、消費者庁のマークとかいらないですよね。はい。なので、これ許可は特にいりませんので、B は誤りとなります。はい。そして C と D は正解となりますので、こちら答えは1番が正解となりました。大丈夫でしょうか。はい。では次、最後ですね。問い90番です。薬局に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい。こちら答えは5番が正解ですね。全部正解ですね。まず薬局は知事の許可を取らなくちゃいけないよということで、A は大丈夫でしょうか。そして B なんですけど、医薬品を取り扱う場所であってはというところでは、
薬局というような会社の許可を受けてないものについては、薬局の名称を伏してはならないよというところで、基本薬局の許可を取っていないと、なんとか薬局、例えば石川薬局とかっていう名前をつけちゃダメなんですね。だから店舗販売業は石川薬局とかっていう場合はつけちゃダメなので、なので必ず薬局の許可を取らなければいけないんですけど、ただ例外がありましてということで、病院または診療所の調剤所を覗きということで、病院の中に入っている調剤所とかは、例えば青空薬局とかってつけてもいいですよというようなことになっておりますので、ここは正解となります。はい、そして C は医療法ではですね、医療提供施設に位置づけられておりますので、うん、そうなんだなと。そして D のところもですね、管理者についての内容が書かれておりますので、薬局の開設者とそれから管理者は、これしっかりと、開設者っていうのは、社長さんのことですよね。そして管理者っていうのは店舗を管理する、薬局を管理する人のことになりますので、ここのところもしっかりと分けて考えておいてください。はい、ということでここまでどうだったでしょうか。まだここまでのところはそんなに難しいなというところはありませんでしたので、ぜひぜひ、間違えたところもう一度しっかりと復習しておきましょう。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、いろんな情報だったりとか、あとは、質問などもお受けしたいと思っておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして、皆様誠にありがとうございました。